失礼します。ちょっとよろしいですか？おお、中田、どうした？ツイッターじゃないか。そういえば担当だったな、お前。フォロワー数たったの136。何をツイートすればいいかわからなくて。こういうことで大事なのは継続。この知り合いですかのところの提愛潰すアカウント、提愛ブラックすぎ無糖、ブラックホールがあると思ったら提愛だったっけ。おい中田、お前これ負けとるじゃないか。今日からわしがやる公式ツイッター。勝ち。毎日継続して2ウィーク。フォロワー数は一応増えたがまだまだ少ない。提愛潰すアカウント、フォロワー598人だと。批判ツイートを連投しているように見えて差し込んでます。可愛い猫のチーフ画像。一方、利根川先生のツイートはアバウトな天気の情報が8割と、時折入る全然面白くない雲の写真、まるで大人と子供、歴然の差があります。やればいいだろう、わしもそのアンチと同じようなことを徹底的に。朝起きればモフモフしてください。仕方ないな。人気アニメを片っ端からチェック。何やってるんですか、利根川先生。見てわからんか、飯馬の写真を撮ってるんだ。短期間で動画もアップできるほどの成長。なぜ縮まらんフォロワー数。利根川には珍しく見えない勝ちへの方程式。なんだ左衛門、こんなところに呼び出して。だ、提愛社食の味噌汁は具がもやしだけ。え、まさか。外部の人間では知り得ない情報。このアンチ活動は内部の人間による犯行。ツイードダブルのおじさんはいい加減部下の名前くらい覚えるべき。多分これ利根川先生のことじゃ。え、わし帝愛内部の人間どころか、このチーム利根川の黒服ぐらいのはず。いるわけないでしょう、このチームに裏切り者なんて。付き合ってらんないっすよ。疑心暗鬼、チーム内に流れ出すギスギスした空気。そのフォロワー数はついに大台1万を突破。うん、これか。このタブレットの画像を画像編集ソフトで開いて、イメージ色調補正から明るさコントラストをクリック。エビ谷だよなこれ。多分。あ、新着ツイートが。今日もそびえ立つ黒い巨塔。利根川先生。エビ谷、お前が今やっていることは草すら生えんくだらぬこと。うるさい。潰れちまえばいいんだ、こんなブラック企業。住む場所もなければ貯金もゼロ。一生懸命にやっていただけなのに。黙らせ。目を覚ますとそこは4畳半ほどの部屋。泣き言で人生が開けるか。貴様は本当にどうしようもないクズだが、まあ認めてやろう。フォロワーが10万人ついたら出してやる。どうも、中の人が変わりました。これから皆様にお得な情報をたくさんつぶやいていきますので、どうぞよろしくお願いします。積み上げる1ツイート術。出入りは自由。意外にも笑った。